祈り、A プレアは、東日本大震災によって、大切な家族を失ってしまった子供たちや被災者への応援歌として、作曲家の壁和彦により作詞、作曲された楽曲。ソプラノと吹奏楽及び合唱曲。自身、幼少期に交通事故で母親を亡くした、経験のある壁が、東日本大震災で、肉親や友人を亡くした人々を勇気づけようと、 作った曲である。2011年9月にピアノとベースと歌という形で初演。同年12月には吹奏楽バージョンも初演され、以来、東北地方を含む各地の公演で演奏された。冒頭は悲しさなどが表現され、やがて希望が蘇り、夢が実現し、いつか明るい未来が来ることを祈り、歌われている。2013年にユニバーサルレーベルから、 海上自衛隊東京音楽隊の演奏、三宅ゆかりの歌唱により CD 化された。なお、この楽曲の正式な作品タイトルは、祈り、A プレイヤー及び、祈り A プレイヤー並びに、祈り A プレイヤー、副題は、祈り A プレイヤー及び、祈り A プレイヤーであり、日本音楽著作権協会が一部の著作権を管理している。祈り、A プレイヤーは、 当初8月28日に発売となったアルバム祈り未来への歌声の収録曲であったが反響が大きく急遽9月25日にシングル CD としての発売が決定した。9月24日には NHK 総合で放送された NHK 歌謡コンサートに出演し祈り A プレアがゴールデンタイムのテレビ番組で初披露された。 会場自衛隊東京音楽隊、三宅ゆかりのアルバム、祈り未来への歌声は、オリコン週間ランキングで、初登場18位、クラシック部門では、8週から4週連続1位を獲得、第55回日本レコード大賞企画賞受賞など、自衛隊音楽隊創設以来初となる実績を、残した。なお、アルバの発売に先立ちデジタル配信された、祈り、A プレイヤーは、 海上自衛隊東京音楽隊、三宅ゆかりではなく、三宅ゆかりとして発売され、以降に発売されたアルバム、祈り未来への歌声は、一般的に、三宅ゆかりのデビュー CD として認知が広がった。2014年3月、国際的に知られる、ニュージーランドの歌姫ヘイリーと、三宅ゆかりにより、デュエットバージョンが再録音された。一番が、三宅ゆかりによる、 日本語歌唱、2番がヘイリーによる英語歌唱、3番が2人のデュエットによる日本語歌唱という構成で、2番は同楽曲の初めての英語歌詞となった。ヘイリーのベストアルバム、アメージンググレース祈り、ヘイリーグレーティストヒッツのボーナストラックと同アルバム初回限定版付属のボーナス DVD に収録された。以上、すべてユニバーサルミュージックより発売。 発売されたスコアは以下の通り。フォスターミュージック音響パブリッシュ会場自衛隊、東京音楽隊、三宅ゆかり、祈り、A プレアライブ演奏。ありがとうございます。